聞いたんだ。いや、ポコンで起こされた。ポコン。ポコンで。はい、だって。今日は4位や。病院行ってくるからね。1ヶ月禁止。おい、手を挙げろ。金を出せ。金を出せ。あ、バナナだったか。拳銃じゃないんや。今、風呂綺麗に拭いたところなのに、夫が風呂掃除を始めてしまっちゃってました。相変わらず使ってないのに電気をつけっぱなしですね。この明るいっていうのに。切ります。夫はいつも小倉につま上がりにするんですけど、もう切らしちゃったので、ピーナツで我慢してもらいます。の朝食です。できました。茹でたキャベツにマヨポンがけ、トーストホットミルクです。ではいただきます。バナナ忘れてた。バナナ食べます。なんか夫がピーナッツ嫌だって持ってきました。まったくわがままですね。とか掃除機をかけてくれているので、その間に、そう洗濯をしちゃいましょう。ポコンじゃねえんだよ、ポコンじゃ。なんでポコンや。今日もやっぱり。やめろ、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 早くしろ。早くしろ。今日もなんか開けちゃうんですよ。開けちゃうんですよ。ピカチュア窓開けるって。開けるそうです。なんか夫がハイチューグレープの匂いを頭にまとわせていますよ。このなんか頭に塗るやつ、ハイチューグレープの匂いがするんですよ。しますね。で、夫が出かけるそうです。おい、お前いないんですよ、盗撮です。なあ、行ってらっしゃいませ。霜が降りて、まだベランダがビタビタなんですけど、もう時間がありません。やるしかありません。今日もベランダの平和と安全を守ってくれる守くんです。守くん、お留守番よろしくお願いしますよ。いいお天気干せました。よし、ちょっとマスクがいるんだ。やばいやばい。マスクは冷蔵庫じゃないんだ。じゃあリュックにいつもしまってるんだ。では行ってきます。
今病院に1ヶ月検診で行ってきたんですけれども、その時にチョコレート農法のことも聞きました。そしたら女先生が見てくれた時は5センチだって言ってたんですけど、その男先生が見ると3センチだって言うんです。で、あの状態も腫れてないし、この状態だったら手術しなくてもいいよって言うんですよ。で、どれくらいの期間で見ていけばいいかっていうと、市の婦人科検診のお知らせが来た時に、乳がん検診とか子宮がん検診のお知らせが来た時についでに、あの卵巣の方を見てもらうといいよっていう、それくらいの程度だって言うんです。でも女先生が見た時は5センチだって2回言われたんですよ。で、これどうなんですかね、どっちを信じたらいいんでしょうか。はたまた2人とも違うかもしれないんで、やっぱ夫がね、セカンドオピニオンした方がいいんじゃないかと。また違う先生に他の病院で見てもらって判断してもらった方がいいんじゃないかっていうんで、私もそうだなって思ったので、だってがんになったらさ、チョコレート農法ってなんかがんになるかもしれないって書いてあったんで、そう、だからちょっと他の病院で予約を取って行ってきたいと思います。今日はそこのね、いい病院見つけたんですけど、今日休みみたいなんで明日ちょっと予約を取っていきたいと思います。これで妊婦検診の方はもう一旦終わりました。一旦っていうか、もうこれで終了しました。全てが終わりました。はい、腹減ったな。また帰ってきたんだよ。また引き肉さあ凍ってる。しかも、あ、忘れちゃいました。あ、私は持ってた。これ違う違う、こっちね、こっち、うん。なんかさ、お弁当とかについてきたやつがあるじゃん。そういうのはちょっと使えないか取ってるんだけど、中濃ソースとか天かすが出てきたんで、これ使いたいと思います。焼きそば入りました。はい、そこに、こちらの、なんかお弁当についてきた中濃ソースを入れたいと思います。天かすも入れちゃった。美味しそう。ピザマンを信じます。できた。今日のお昼は焼きそばとピザマンです。ではいただきます。もりもりめっちゃある。はい、完食しました。お腹いっぱい。意外に焼きそばが量がありました。なんか日が長くなったね。5時だね。5時なのに日が長くなったね。ジャスミン茶を沸かしました。 あったかい、あったかい鍋で暖を取ります。あったかい。じゃあこれを作ります。最悪、手に飛んだこのカレーが固まっとるし。できた、カレー焼きそば。これで2人前のカレー焼きそば結構多いですね。今レタスと豆腐とみんなをグツグツしてます。きなこちゃんも入りました。今日はカレー焼きそば、ポトフ、チキン、芋、グレープフルーツです。では、いただきます。うまい。